結局、開始どうも、ガロです。お願いいたします。ということで、今日も将棋ウォーズ10秒やっていきましょう。ってことで、今日どうしようかな。2> 2たまには。たまには。最近見ないけど、ゴキナカとかやってみますか。最近、ゴキナカって、プロの将棋で全然見ないと思うんですけど。どうなんだろう。ご機嫌なキャビシャ。でも、こっち先手番かな。うん、えっ、ー、と、こっち先手番ですね。二。 てことでちょっと動き中は後手番の戦法かなと思ったんですがまあいいや,、まあ、いいやとりあえずやってみましょうはいでこれで、まあ、相手が5筋ついてきたんでゴキナカにできないっていうことなんですがまあまあとりあえず中飛車でやっていければなと思いますはいでこれ相手はどうさしてくるのかなこれ棒銀で棒銀チックにくるんですかねいい棒銀チックにきますねいい これはどうすればいいんだだって普通にえっと銀には銀で受けますか対抗対抗形で 2> 2でまあ3四歩ってついてくるんですかねここで角を使ってこない、まあ、一,応一応端歩ついといて一応片身のだけつくほうこの瞬間行きたいですねでもちょっと無理かな。まあ、一回片身の で端もくくららいいっっっておいてててお次に7五歩から狙ってくるここととでですねねちょっとよく分かんないんですが、まあ、とりあえず高みの桂に高みのに、まあ、とりあえず固く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 しといてから考えますか。 まあ、これで、一応、うん、高みのに組めるかな。まあ、七五歩だったら。同歩同銀同銀同角。2> 2やりすぎかな。まあ、でも、いくしかない。取って同銀で、まあ、同角。同角、同角です。同銀同銀同銀。六。これ銀かわすのは、かわすのはい、か,かわすのだね。八 <laughs> 六歩は、まあ。 歩は同歩同歩同銀で角を4四の銀を取ってしまって5四銀5まあこれでこうバターンついてしまってでここで5五歩って突いていきますか。その方がいいですかねやっぱ飛車を使わないと話にならないので5五歩突いてで同歩だったらまあ同歩だったら同飛車かな5四銀かな同飛車同飛車ですか同飛車ってやっといてで5四銀とか。 いければって感じですかねこの手に対しては一応4五歩から4四歩っていうふうに手があるのかなまあ8八角とかは何とかなるでしょうというこタレこれでとりあえず相手の小瓶が空いたので攻めれるんじゃないかなとで次に5四銀手上がってで、まあ、4, あの 4, 五歩4五飛車って回ると4二歩打たれちゃうので5四銀って回っていきますかね。時間切れ勝ちってことで時間切れ負け。 ちょっと変な中途半端な感じになったんですが、もう一曲行きましょう。はい。なんか今ちょっと、これから、これからだよっていう時だったんですけど、まあ、ちょっとしょうがないですね。相手の方が時間切れ負けってことで、まあ、もう一曲さしていこうと思います。何やろうかな何やろうかなせっかくなんで、今ゴキナカやったんで、もう一回ゴキナカをやっていければなと思います。まゴキナカじゃなかったけど。うん。ってことで、まあ相手が見つからないんですが、まあ、この辺はカットしようかな。<laughs> ちょっと時間の無駄なんでカットしようかなと思います。 さあどうしようかてことでお前が知ってたあと3弾一手鈍角側の方てことはこれはものすごくこれはものすごく右翼をしたい <laughs> まあなったらなったりしますけどね 1, 1よしこれごきなができるよししましょう一。ごきげんなキャビシャーただ端符がどうだったのかってのありますけどね一。 よし、これでまああの八六歩だったらそうですね八六歩だったらあのー、長級戦になるんですがよしとりあえず後期中に感じでいきましょうこれ相手はアナグマかななんかなアナグマじゃない銀冠ですかちょっ,こっちはアナグマにしますかねなんとなく <laughs> 相手が銀冠で堅そうなのでこっちもアナグマに入ろうかなっていうことで アナグマにししてていいどうくかなんですよね、まあ、一応七五3五歩からの一歩交換っていうのもできるし 2> 1, 2, 3, 4, ちょっとあのー、5六銀って上がるか4六銀って上がるかはちょっと考える 2> 1, 2, 3, 4, 考えたいところこれ5六銀って上がろうかな 2> 1, 2, これは一個上がっといてでまた下回ってくるんですかねちょっと 2> 1, 2, 1なんか何かいけそうな気がする。 いいけないですかね、えー、と4五歩同歩同銀から4四歩って一歩交換しとく感じですかとりあえず相手が多分 4, 6二の銀が使い方が難しいと思ったんですが 2> 1, 2, 3, 4, 5, どうだろうかな、まあ、とりあえず一歩交換しときますかこの瞬間6五歩って言ってもあるかもしれないですけど、まあ、一応、えー、と角を4八に引いておいて大丈夫かなって思うので相手もこれ結構攻め方が。 難しいんじゃないですかね。一二三四。軽跳ねで、こっちも軽跳ねるのは。ちょっと変ですか。じゃ、気をといて。まず、穴熊を固くしときますか。まあ、基本的に振り飛車っていうのは。あれですよね。あのー、カウンター。カウンターしていく感じですよね。し。まあ、こっちいったら、どうなの。これ。こっちいったら、これ。どうせ。七五歩付けないんで。 7五歩突くにはえっと6四銀って上がってくるしかないと思うんでですよね二でこれ次に7五歩同歩同銀ってやると7四歩があるんで大丈夫かなっていうところで、まあ、一応寄っといてであとどうしようかなどうやってどうやって仕掛けていくかなんですけど二まあもう一個上がってきますか一応、まあ、今3八飛車から3五歩同歩同歩,同歩しちゃって一歩交換するのもいいのかなと思ってたんですが一うん難しい。三四五 六。一回引いていますかね。角引いて、で、次に、えーと、三七角から。五四歩を狙う感じで。やっていければと思います。で、で多分三七角ってやったら。八六はつけないと思うんですよね。八六ついてしまうと、えっ、ー、と、五四歩が同金しかなか。そうですよね。そういうこと、そういうことになると思うので、で、ここで、こう作てが。いい感じに。決まってるんじゃないかと。 同銀だと5四歩で5四歩で桂取りが出てくるってところで受けづらいんじゃないかなまあ飛車浮きそうですね飛車浮きとかで受けてくるんですが 2> 2これ取ると銀上がった方いいですか取るとどうだったんだろう今ちょっとまあ、まあ、ちょっとちょっと分からなかったですけど取ると、まあ、とりあえずこれは歩成り。2> 2 なりで同飛車,同飛車で 2> 2同飛車で4四歩からの5四歩の方がいいんですかね4四歩同金に5四歩で飛車逃げたら金を取る感じですかねうんでこれ同同銀でもいけそうな気がするんですが 2> 2同銀飛車成りがあるからまあちょっとまあ丁寧にやっていきますか 穴熊だから丁寧に指す必要ないかもしれないんですけど、まあ、一応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 ですねでまあ4三飛車が普通ですかでそこで取っといて同角に5三歩成で同飛車だったらばらして角成でいけそうですかねで同角もえっと三7三角成があるのでまあ同飛車しかないかなっていうところでで,でここで 2> 2まあ5四金って打つと5一飛車って引かれといて角取ってもシャドられちゃうので。 <あ>5四金でまあいいか5四金で5一飛車に7三角成があったかもしれないけどまあいいか、まあ、とりあえずこれで駒得は確定してるんで確定というかもう駒得なんで <laughs> で,で次に5五馬ってのもあるんで例えば5九飛車って打ってきたら5五飛車って打って一手得ですこれで一手得ができるはずなので同しなりは同馬で大手なのでこれは一手得です で4四銀って打ってくれればまあ相手の攻め駒がなくなるので、まあ、6五馬とか寄っておいて寄っておいて、まあ、あの3二の金に当てていくって感じですか、うん。これ結構きついんじゃないですかね。まあ一発一発飛車下ろしといて、まあ、次に4三金とかゴリゴリゴリってやってもいいのかなという感じで。 うまあ5四馬って一回やっときますからち,ちょっと変かなでも次に、えっと、4四りも4四馬もあるので結構嫌な形なんじゃないかなその手は何だ 2> 2その手の意味がわからないけどまあとりあえず取ってきますかシンプルに。まあ確かに 可能性があるっていうことはあると思います。で次に四一銀って絡めておいて詰めろなので、ここは受けてくるしかない。これそうですね。一回受けてきました。まあ受けてきたというか攻めてきたというか。うん、でえっと、多分。何か。ね。だったら、ここからふっとけば。馬も遮断できて、ちょうどいいですかね。まあ桂馬は良かったかもしれないですね。四四桂の方が。多分詰めろなので。で、受けてとしては、えっと四二香。 で打1二かぶせておいてで同香同歩なり同金同竜に3二銀打ちってやったら3一角からいけそうな気がしますでこの手に対しては、まあ、ちょっとっといて3一角があるのでこれは結構決まっちゃってるんじゃないかなと思います、まあ、多分詰んでますかねでばらしてえー、と3一角もう一回打って2三金から4二竜で詰みになったんじゃないかと思います はい、というわけで厳しい戦いを勝ち抜いた戦士の顔じゃのうはいありがとうございますということで感想戦に移っていきたいと思いますはいこっちが先手番ってことでこのまままあとりあえず端歩で様子を見て居飛車だったんでゴキカやってみました今回はゴキカできましたねでまあ序盤はサラサラサラと流れていってでここでまあ相手が受給戦を示してきたので どうしようかなというわけでまあ見まくにしてもいいんですが相手が硬くするんだったらこっちも硬くしようと、まあ、いつもの右力とは反対ですねガチガチに固めてから行ってやろうってことで穴熊に組んでいきました相手が銀冠ってなったので、まあ、の相手が穴熊だったら4六銀から、えー、と3八飛車で3筋を攻めていくっていうのもあるんですけどまあ銀冠なので3四の地点が2枚効いてるんでそこはやめておいて5六から使ってきました で一応まあ7二下に対しては6六角が受けですね受けの手筋というかうん流れですねでまあ相手もこうやって形よくさせてきたんですがとりあえず一歩交換しておいてね金も引き寄せに行くって感じですねこんな感じででここで5九角から3七角を狙っていきましたでこ,れこの角が受けづらいと思うんですよねこんな感じで。 で6一ゃっと受けちゃうと7五歩がちょうどこの4六の歩を交換したのが生きてきたってことですねこれ同歩同歩だと7四歩があるんで同銀まあうんしょうがないですかねでまあ5四歩突いてで六三してもしょうがないと、まあ、この時も6四銀の方が良かったのかなって思いますが、まあ、しょうがないってことででまあ銀上がって圧力が増していったって感じですかねで4四歩 あ4五歩か4五歩にここでここで4四歩の方が良かったかなここで4四歩の方が良かったですかね同金同角に5三歩なりってやれば一緒ですもんねなんか歩を何歩か損してる感じがしますね本譜だと、まあ、とりあえず歩なって歩打って歩打ったんですがで、まあ、まあここで6四銀ってやっちゃうのは、まあ、同銀同角でいいとは思うんですけど、まあ、7五の銀ってせっかく こう使えてない銀なので交換しない方がいいんじゃないかということでまあ金取ってしまって歩成りから正産って形ですねでこの局面はかなりかなり優勢になってるんじゃないかなと思いますで5九飛車って打ってきたんですけどこの手はもう5五飛車がぴったしですよねで飛車が横に逃げれば角がタラですし同飛なってやると同馬で王手になるのでこれはかなりうんこの終盤で一手得するっていうのはかなりでかいかなと思います で、まあ、一応銀ででっってててきたんですけど、まあ、を待って寄っといてで飛車打ちに対しては飛車を下ろしておいて、まあ、攻めの要を作っていくって感じですかね。でひっくり返ってきたんで,でここでなんかいい手なかったかななんかズバーンっていきたかったんですが、まあ、思いつかなかったのでとりあえず入っておいてでまあ5八竜とかやってきてももう4四4四飛もあるかもしれないですね。うん4四飛成がいいかもしれないな。 まあ6四銀って引いてきたんでここはうんちょっとよく分かんなかったんですがまあとりあえず角を取ってしまってもう一回入っとくでここで4四桂って打った方が良かったですかね4四桂3一金うんまあいいかまあ4四歩でいいですかねでも受ける手が強しかないのでまあ香打って銀打ちででえっと同歩同香同歩成同金は3四角があるかもしれないまあのも普通に同竜ですかね 同,同,内同金同竜で3三馬って感じですか。とりあえず先に4四馬だったのでまあこれは即詰めになりましたっていう感じです。はいというわけでポイントとしましては、まあ、相手が銀冠で来たっていうところとあとここですねここですねここ。このここ。この、えっと、角の繰り返が。 結構良かかったんじゃないかないいいとうに思いますでこの手を受ける手がもうないので、まあ、6 1飛車しかないんですけど7五歩がすごいちょうどいいこうぴったしな手,手でしたね。この手が本当に受からないってところで、まあ、だからやるのであればうーんちょっと難しいですけど8四飛車って浮いといて5四歩に7五歩ってつ,つくのがギリギリですかね。で5三歩ど同金ってやるしかないんでちょっと厳しいけど。 それがギリギリの受けななののかもしれないですねその方が多分本譜よりは全然良かったんじゃないかなというふうに思いますもっと早い段階でだからこの飛車を引いた段階で8四飛車って上がっといた方が良かったんじゃないかなと思います、まあ、これ8四飛車だったら一、まあ、回4八角って上がると7五歩突かれてやっぱちょっと難しいですね同歩だと8六歩があるので微妙なので 8四飛車って浮かれたら、まあ、そこでまた考える感じですかねどうしていくかはうんそうですねうんまあ7八し車とか寄っといてで次に4八角を狙っていくって感じですかね、うん、これが結構この局面がポイントになったかなっていうふうに思いますはいというわけで今日はこの辺りで終わりにしたいと思いますあちなみに今後はですね民以外にもどんどんん 動画を上げて、将棋の戦法の動画を上げていこうと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価、グッドボタン、お願いいたします。あと、ツイッターもやってますので、もしよかったらフォローしていただければと思います。ということで、ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、失礼いたします。バイバイ。